寝ても覚めても一気にワールド夢中にさせちゃうぞ、ピキニコの柏木由紀です。さあもう2020年もあと少しということで、1年の2020年振り返りをしたいと思います。イエーイ。 YouTube の振り返りっていうよりかは、まあ、2020年1年の振り返りをしたいなと。 YouTube にしたら珍しくちゃんとしてない私のこの服。あ、ごめんなさい、一振りごとです。あのいつもの S さんはちょっと YouTube の作業があるので片耳だけ借りてます。最近カチューシャにハマってるの。いい感じでしょ。2000円で買いました。何があったか思い出せないから携帯で見ながら一応いろいろ思い出していきたいと思います。2020年、あ、時系列で終えることがあったら追いたいけど、まあ1月は AKB のライブがもう1月割と決まってて、それを多分やってて、2月に YouTube を始めました。2月の後半ぐらい始めましたよね、きっと。2月の頭っぽいです。そして今年はやっぱり3月末ぐらいからずっとお家にいたから、今年は、まあ、お家にいたその期間でやるようになったというか、一つは料理、ほんのちょっとだけやるようになりました。湯船に浸かるようになりました。本当にお風呂が苦手で、もちろん毎日入ってますよ。シャワーだけで正直済ませてたのが、やっぱ時間がもったいないっていうことで入ってなかったんです私。お家にいる間、このコロナでお家にいる間、やっぱ時間がめちゃくちゃあったから、湯船に浸かるようになったらちょっと習慣づいて週1、2ぐらいになっちゃいましたけど、湯船に浸かるようになった、これは大きい出来事でした。あと29歳になりました。7月に30歳まで AKB にいますっていう宣言を去年してるの、2019年に。今年29になって、まあ振り返りって言いながらもう来年の話してるんだけど、来年30歳になるの私、7月に。どうするマジで。急にこんな YouTube で結構大事な話してるけど、マジでどうしよう。本当に何も考えてない。その卒業も考えてないではなく、卒業について、卒業するのかしないのかすら考えてない。7月には何か言わないとじゃない、30までって言ってましたよね。マジでどうしよう。言っていいかな、今日ちなみに23日なんだけど、明日クリスマスイブに占い行きます。ちょっと聞いてみる、私の30歳について。占いでめちゃくちゃ大事なことを占いのみで決めるってことはないので安心してください。私は占いを参考、そうショッピングの感覚、自分が楽しい時間みたいな。30歳で AKB にいた人って一人もいないわけよ。半年あるから、これは来年考える。今年一番の大買い物のもの持ってるから紹介しよう。今年買った一番高いものはこれです。美顔器。これもう3年ぐらい前からずっと悩んでたの、顔のね。今年結構変わったのが、美容雑誌とか出させていただくことが今まで1回もなかったのが、多分 YouTube のおかげもあって出るようになってから、自分の美とか美容にお金をかけるって仕事に繋がるからと思って思い切って買った、これが今年一番の買い物です。セルキュア。まあお値段は調べてみてください、気になる方は。多分これが今年1の買い物だと思う。あと2020年メイクがめちゃくちゃ薄くなりました。メイク時間が2時間から45分に減りました。なんなら20分でできるようになりました。これもめちゃくちゃ大きかったな。夏に私は歌番組、音楽番組でポニーテールとシュシュのセンターを初めてやった。これ結構嬉しかった。あとコメントパトロールでちょっと口悪いこと言いすぎた、これは今年の反省です。自分の YouTube で自主規制がここに口に出るのはやっぱ良くないと思った。編集を一応ね、自分でも意見言ったりするんですけど、その1回こう編集していただいたやつでその自主規制になってて、正直思い出せなかった、自分が何て言ったか。で、Sさんも思い出せなくって、何て言ってたか動画でお願いしたんだよね、確認してもらったら、超シンプルな2文字悪口でした。またみんなが予想しちゃう。いっぱい長い悪口言ってるのかと思ったら、超シンプルに2文字の悪口。それちょっとやっぱ気をつけたいなと思います。そうだと思うんですね。うん、そう、怒りのバロメーターが上がらないものを YouTube のコメントを上げてくれるわけよ、私の素をということなの。今年は YouTube のおかげでめちゃくちゃ素が出せるようになったかも。私は明るい人間なんだということが、まさか YouTube で伝わるなんて夢にも思わなかった。本当に嬉しいことがいっぱいあった1年でした。今年のもう一個私のダメなとこ見つけたんだ、 YouTube で。髪の毛めちゃくちゃ触る、めっちゃコメントで叩かれてて、髪の毛触りすぎです。話に集中できる。私もそう言われてみたらめっちゃ触ってると思った。最近ちょっと気をつけてるつもりなんですけど、自分の顔が見えちゃうとさ、あ、髪の位置がちょっとってなって触っちゃうんだけど、あと緊張してる時、手で押さえちゃうし、髪めちゃくちゃ触っちゃうし、
あとウインクできてませんよねみたいなのもめっちゃ言われた。そう、正直その最初にやってるじゃん、うちに撮影やぞみたいな、私止まってウインクできないから、雑誌とかの撮影でもウインクやってくださいみたいな言われたけど、こっちはこれでしょ、でこっちはめっちゃ怖いのウインク。これで雑誌出したら怖いっすよ。極端なんだよね。来年ちょっとウインクの練習しようかな。あ、海に入れることに気づいた。泳げないから海苦手だったんですけど、ロケでシュノーケリングあやったら意外と平気だったから、だから初めてちゃんとしっかり海で泳いだのが楽しかった。鶏肉ですかね。鶏肉って何の肉に、確かに毎週出るようになって賛否両論だよね本当に。でも楽になりましたよ。1個は中3からこの仕事してるから、やっぱ知識がないなって気づいてたけど、バレもしなかったから静かに生きてたけど、もうこれをきっかけにバレてしまったから潔くできるようになった。この番組だと顔をしかめてるユキリンしか見れてなくて悲しくなる。顔しかめてないんだけど、ね、難しい。これ私の難しい。これはしかめてるんじゃなくて楽しんでるんです。こんなこともわかんないの、私でも勉強になったなっていう顔なんですよ。逆に漢字は人並みにできるんだなとかも分かったことも一個大きかった。あれ1年結構薄いな内容。あとずっとゲームしてました S さんとね、うん、でんてんてんてん、わかる音楽。これが私がハマってゲームの音楽。じゃんカチカチドゥン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 、ピシュッパン。これあのなんかアイテムゲットできてる、ポイントゲットできてる。 PUBG ね、荒野コードの音楽どんなんだっけ。あーこの辺まで出てきてる。そうじゃ配信したいですね。ゲームやりたいね。確かに一人っ子だから昔からやっぱゲームをずっとやってた。上手いとかではないんだけど、やっぱ好きだし、一番なんかやらなきゃいけないことがあってもどうしてもゲームやっちゃうっていうところはやっぱゲーム好きなんだなって思うから、ちょっとみんな私が荒野行動の音楽を思い出すまで待って。荒野行動の音楽もいいんだよね。いいよね、なんかじゃん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 、そうだこれだ、いい曲。チャーチャーチューチューチュー、これマジ名曲、荒野行動の音楽。何この映像、大丈夫。チューチューチュー、あー名曲だわ。ゲームの音楽っていいよね。今年初めてちゃんと毎週見るようになったアニメ、呪術廻戦。これは初めてちゃんと1話からアニメを 見ました。今絶賛まだ放送中ですけど、リアルタイムでアニメを追っかけられてるから面白い。みんなが漫画とかアニメ見る理由がすごい分かった。分かった。うん、2020年そんな感じかな。自分らしく楽しく過ごせた1年でした。ファンの方にはこんなに会えなかった1年はなかったなっていうぐらい、まあオンラインとかで最近はねありますけど、コンサートとか握手会とかもできなかったの。あ、今撮ってる今日はまだだけど、初めてディナーショーもね人生でやりますから。私の前日とか前々日にやってるの、さだまさしさんと森山良子さん、信じられないもん。2021年も自分はこれだとかあまり決めつけずに楽しいことをいろいろやっていって、 YouTube もいろんなことにチャレンジしていきたいです。あと来年は無茶と無理はしないにしたいと思ってます。 YouTube も楽しく自分のペースで皆さんと交流しながら楽しんでいきたいなと。あとは来年30歳になりますから、どうなるかな、いろいろ考えたいと思います。皆さん2020年1年間本当にありがとうございました。2021年もどうぞよろしくお願いします。ゆきりんの新たな一面を知れた2020年、ゆきりんなんか良かったねと思う方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。さあということで以上、柏木ゆきでした。またねー。